マシュハデアルデハール前系マシュハデアルデハールは、イランのエスファハーン州、カーシャン近郊にある村。2017年時点、の人口は約2000人。カーシャーンから4 0トルほど離れており、エマーム・モハンマド・バーゲルの息子、ソルターン・アリーの霊病がある。現代ペルシア語詩人のソホラーブ・セペヘリーの墓がある。ことや、毎年もハラム好きに、 絨毯洗いの行事が行われることでも有名である。ソルターン・アリーの霊病建築はセルジューク長期のもの。詩人セペャヘリーのボヒアラビア語、ペルシア語のマシュハドには、殉教の地の意味があり、マシュハデ・アルデハールは口実のように、シーア派の重要なイマーム、モハンマド・バーゲルの5番目の息子、ソルターン・アリーが、ヒジュラ歴116年。 第2次マーダー月ツ27日に殉教した地とされる、ソルターンアリー廟の中庭に集まった絨毯洗いの巡礼。巡礼は皆、黒いシャツを着用して、長い木の竿を手にしている。マシュ派であるデハールでは、絨毯洗いというシーア派の宗教行事が毎年行われる。この行事のそもそもの始まりは、千年以上も昔、マディーナから招かれて当地にやってきた。 ソルターン・アリーがここで殺された時の故事に由来する。アリーを助けるために駆けつけたものの間に合わず暗殺を防げなかった支援者らは、アリーの遺体を絨毯でくるんで近くの小川へ運び、洗った。以後、ソルターン・アリーの命日にあたるイラン歴のメヘル月の第2金曜日になると、ゴムやカーシャーンなど、周辺の町からマシュ派でアルデハールに巡礼がやってくるようになった。巡礼は、 アリーの遺体をくるんだ絨毯とされる、生物を担いで霊病の外へ出し、エマームの子孫の死を痛みながら、竿で絨毯を撃つ。この行為には、絨毯の汚れを落とすという表面的意味のみならず、ソルターン・アリーの敵への憎しみを表出することと、彼の殉教の仇討ちを誓うという象徴的意味がある。殉礼は、黒いシャツを着用し、宗教歌を歌い、声を上げて泣き、 自分の胸を打つ。その後、巡礼は絨毯を霊廟の近くにある小川で清める。この小川の水は神聖なものと考えられており、巡礼は自分の体にもこの水を塗る。自宅に持ち帰るために水筒に詰める者も,もいる。絨毯を霊廟に返納すると儀式は終わり、巡礼には正午に食事が振る舞われる。2009年にはマシュハでアルデハールで行われる。 絨毯洗いの行事に20万人の巡礼が集まった。ありがとうございます。